高齢者の交通死亡事故多発。ドライバーの皆さんへ、交差点では信号は必ず守りましょう。対面する信号が青色でも、もしかしたら歩行者がいるかもと予測して運転しましょう。交差点で曲がる際、歩行者、自転車がいないかなど、しっかりと安全確認をしましょう。その他にも、速度を控え、前方の安全を確認しましょう。もしかしたら、横断者や落下物があるかもしれません。そして、横断歩道は歩行者優先。横断しようとする歩行者がいる場合は、必ず横断歩道の手前で一時停止をしましょう。思いやりの気持ちと安全運転、お願いします。